い事件が発覚か？今回の WBC では日本で試合が行われた準々決勝までは、12球団からトレーナーが派遣されて、宿舎などで担当チームの選手のメンテナンスを行ってきている。ただ、試合会場に入れるのは、このヘッドトレーナーを含めて4人だけ。試合前のメンテナンスなどはこの4人に任されることになる。もちろん帯同している12球団のトレーナーとの情報交換は密に行われ、これまでは手術で特に大きな問題が出たこともなかった。しかしその一方でこのヘッドトレーナーの手術はマッサージはさする感じで弱いが、ストレッチになると急に圧を強くかけるようになるという選手間の評判もあり、一部の球団では参加した選手にストレッチを受ける際には気をつけるようにと事前に注意喚起していたという球団関係者の証言も聞いた。そして栗林が腰の張りを訴えたのは、まさにその圧が強くなるストレッチの最中だったという。結局、開幕直後に受けたその手術が原因で腰の違和感が出た栗林は、1次ラウンドで一度もマウンドに上がることなく離脱が決まった。チームを離れることが正式に決まった豪州戦後、栗林は東京ドームのグラウンドで世界一を目指して約1ヶ月間、苦楽を共にしてきたナインと記念撮影。もちろん残念です。投げろと言われたら投げられると思いますが、全力でいけるかどうかは自分でもわからない。もちろん広島球団は怪我をした経緯が経緯なだけに、NPB に対して厳重に抗議。同時に他球団とも情報を共有しており、今回の取材では複数の球団の幹部も事実関係を認めた上で今後、トレーナーの問題は3年後の第6回大会の最重要課題の一個だと思うと語っている。4月4日の今季初登板となった阪神戦では、同点の9回にマウンドに上がり決勝点を奪われ負け投手となった。その後は4連続セーブをマークしたが、4月18日の阪神戦と23日の電影戦でも9回にマウンドに上がったが打ち込まれて負け投手になっている。そして29日の巨人戦では1点リードの9回に勝利を託されたが、西から岡本和真内野手を歩かせ、直後の中田翔内野手に甘く入った初球のフォークを左翼席上段に運ばれて逆転サヨナラ負けを喫した。こう唇を噛んだが、まっすぐもフォークも本来の姿が全く見られなかった。その後の5月1日に、今度は右内転筋の強い張りで出場登録を抹消されている。もちろん直接的に WBC での怪我が、その後の不振と内転筋の張りにどう影響を与えたのかはわからない。ただ、見ていてこんな投手ではないはずだという思いとともに、WBC で怪我をする以前の投球を思うと、どうしても事件の影響を考えずにはいられないのである。くしくも栗林が中田にサヨナラ本塁打を打たれる直前の週刊誌で、そのヘッドトレーナーが侍秘話まで語っている。その中で自分がベンチ入りすると点が入るジンクスがあると語り、栗林のことには触れることなく、源田の骨折の際のエピソードなどヘッドトレーナーとしての秘話を披露する姿には違和感を感じざるを得ない。あ、まずい。気な臭くなってきたな。なんで急にこんな話出てきたんや。トースポか現代かと思ったらナンバーなのか。いかんでしょ。沢村の針みたいな話になってるやん。違和感を感じる？また針か？どっかで聞いたような話やと思ったら沢村のやつか。やっこめに自称トレーナーが酔いがわらわらと出てきそう。ジジイが通ってるのは整骨院やろに。は？マジなら許せんが、気をつけろとか。やべえやつでは。WBC 勢の不調全部こいつのせいにしていい？皆さんはこの問題についてどのように考えますか？ぜひコメント欄でお寄せくださいね。ご視聴ありがとうございました。